鋭いな。え？ま、こういうわけだ。割とハンサムな坊主だろ。大声出したりしないの。あた、大きな声を出さない。なんか言った。だから怪我を悪化させる。なんか言った。なんでもないです。明日からだ。あんですって。いくらなんでも急すぎるわよ。そういうわけで留守を頼んだぞ。何がそういうわけでよ。おう、勝手だ。次もこの調子で行くわよ。エステル、落としたりしてないよね。失礼しちゃうわね。そこまでうっかりしてないってば。ほら、ここに。まさか。落としたのか。と届けに行きましょう。あのお人よしの市長といい、能天気な女遊撃士といい、おめでたいやつら。あんですって。黙って聞いてりゃ、能天気なのおめでたいだの好き放題言ってくれちゃって。覚悟はできてんでしょうね。何が女子供よ。自分のことを棚にあげておいて。もうあったまきた。絶対ギャフンって言わせてやる。風俗だろうが山賊だろうがどうだっていいわよ。あの生意気ボクっ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。って何自然についてこようとしてんのよ。また絶妙なタイミングで会話に割り込んできたわね。バレたか。なんだか面白そうだから見物させてもらおうと思ってね。さ、僕のことは気にしないで将軍とやらと話してくれたまえ。気にするに決まっとるわ。黙れ、姑息な真似をしよって。いい加減にしなさいよ。どうして私たちがわざわざロレンと組んだりから出張ってきたと思ってるわけ。あんたたち軍人が肝心な時に役に立たないからでしょうが。悲しいことだね。争いは何も生み出さない。ただ不毛な荒野を広げるのみさ。そんな君たちに歌を贈ろう。みんな分かってくれたようだね。何よりも大切なもの、それは愛と平和だということを。今風に言えば Love and Peace。 ちょっと待ちなさいよ。なんで私は誘わないの？君？素材は申し分ないが、色気に欠けているのが問題だな。少しはこの二人を見習うといい。むっかー！色気がなくて悪かったわね。落ち着いて。エステルは十分可愛いと思うよ。まあ確かに色気は少ないかもしれないけど。あんですって。やれやれ。はあ、そうなのか。ま、そんなことはどうでもいいか。どうでもよくない。この世に悪が栄える限り、真っ赤に燃える正義は消えず。ブレイサーズ、ただいま参上。何なのブレイサーズって。まった
君もすぐ調子に乗るんだから。何よ、ちょっと外しちゃっただけじゃない。まったくおめでたい連中だぜ。あんですってどうやらお困りのようだね。あれ、ヨシは何か言った？おお、釣れないことを言わないでくれたまえ。この艶のある美声を聞いたら誰だかすぐにわかるだろうに。この根拠のない自信、そして自分に酔った口調。ひょっとしなくてもオリビエ？ピンポーン！あんたどうしてここにいるのよ。ボスに案内したはずでしょ。これには海よりも深く山よりも高い事情があるのさ。あっそう、だったら聞かない。っていうか聞いちゃったらものすごく疲れそうな気がする。なんか無性に殴りたくなってきたわね。それであんたはどうしたの？貯蔵庫の奥に保存されていた良さそうな一本を拝借したんだ。グランシャリネ1183年もの。グランシャリネ、しかも1183年ものですって。オートのオークションに出た幻のヴィンテージワインじゃない。聞いた話じゃ50万ミラで落札されたそうよ。50万ミラ！たかがワイン一本に。それでなんとこれがまた。バカ。おや、ちょっと君たち、そのクーとかスーとか、うん、バカーとかいうのはなんだね。もしもーし、ちょっと聞いてますか？じゃあ何、父さんのせいで私たち苦労してるわけ？あの極道親父。帰るのは賛成なんだけど何かを忘れているような。そういえば何だったかしらね。ああ、人はなんと無情なのだろう。一夜を共にした仲間のことをいとも簡単に忘れ去るとは、なんという悲劇、なんというやるせなさ。いいさ、僕はこの暗き煉獄で一人朽ち果てていくとしよう。あれがいたか。完全に忘れ去ってたわね。お、なんだ、お客さんかい？このすっとこどっこい！仕方ない。ここは僕の出番のようだね。え？ふぅ。やるよ！いいところに来たじゃない。お姉さんと一緒に飲みましょう。いいでしょ、いいでしょね。やだやだ、一緒に飲むったら飲むの。飲んでくれないと暴れてやる。だだっこモードに入った。じなんだ、まだいけるわね。シェラ君、お願いだからそれ以上は注がないで。いわゆる密航ってやつね。ずっこいぞこの能天気女。誰が能天気よ、この生意気ボクっ子。なんだと単純女、暴力女。あんですって。はいはい、口喧嘩はそのくらいで。それで済むわけだからな。あんですリミッターが外れる。あの、それってこの前よりもすごいのかい？なんというか比較にならないと思います。ふーん、そうなんだ。え、シェラ君、ちょっと待ってくれたまえ。
少し考える時間をくれると嬉しいなって。出発直前になって何を言ってるのかしら。男だったらグダグダ言うな。ひえずいぶんとのんきなガキどもだな。あ、なんですって。ヨシュア、ほらほら早く。ちょっとエステル、前を向いて歩かないと。あ、いたたた、ごめんね、大丈夫？私が前を見てなかったから。いえ、大丈夫です。すみません、私の方こそよそ見をしてしまって。なるほど、そういうことか。なんか激しく勘違いしてない？照れない照れない。一目会ったその時から恋の花咲くこともあるってね。ちがいます。へー、ほーふー、昔の知り合いに似ているね。口説き文句としては30点かな。ヨシアが食べさせてよ。食べさせてって。もちろん。あーん、のんきそうな姉ちゃんからまんまと拝借したんだけど。誰がのんきですって。え、お前らには手を引いてもらう。何たわけたこと言ってんの。な何様のつもりよあいつ。頼むから何か言って。テレサ先生と子供たちがマノリアの近くで何者かに襲われた。あ、アンデスって。およそ1億ミラってとこらしい。1億ミラ。寄付金の100倍ですか。まずいな、こうなったらヨットの方が断然有利だ。ヨシュアってばクローゼに未練があるんでしょう。まあ無理ないわよね。お芝居とはいえキスまでした仲なんだし。え、もしかして今まで気づいていなかったとか。え、気づいてないって何が。だからラストのシーン、あれは振りだよ振り。うまく角度をずらしてしたように見せただけなんだけど。え、あんですって。まったく君って本当にそそっかしいな。あ、そっか、そうだったんだ。私ってばどうしてこんなにホッとしてんのよ。大怪我したら危ないでしょ。ごめんなさい。あ、端末のデータベースを調べていたら偶然見つけて。端末？データベース？大したことはしてないです。コーツの接続不良を直して動力圧を調整しただけですから。ん？なんか十分大したことのように聞こえちゃうんですけど。そんなことないですよ。ですね、わかりやすく説明すると、オーブメントの内部にはコーツってい
という結晶回路がハマっているんですけど、それがきちんとユニット部に接続されていないと生成された動力が行き場を失ってしまって、結果的に想定された当初の機能が発揮できなくなってしまうんです。それが街道灯の場合は光と魔獣よけの、ストップ、説明はまたにして、そろそろ出発したいかな。うんうん、こんなところで立ち話もなんだし。あ、それもそうですね、ちょっと残念ですけど。はあ、道理でオーブメントの扱いにも慣れているわけだ。えそんなことないですよ。うん、こいつは早速テストせねばなるまいて。そこの触覚みたいな髪下の触覚、あですって、ボケーっとしとらんでコーヒーでも入れてこんか。なんで私も。ちなみにわしはブラックじゃ。聞いてないし。あ、もう分かったわよ。誰じゃそれ。おじいちゃん、ダメ、私だって見たいんだもん。抜け駆けはなしなんだから。ドキドキワクワク、あっ、ディヒヒ、ふえ、はぁ、あ、おはよう、ティータちゃん。おはよう。昨日は大変だったね。そうですね。はあ、だったら一緒にお出かけですね。あ、いけない、スープをかけたままだった。すぐに朝ごはんできますから、もうちょっと待っててください。いいなあ、あれお持ち帰りにできないかしら。エステル、おじさんっぽいよ。張本人が何を抜かしとるか。エステルにここまで突っ込まれる人も珍しいな。まだ写真撮りたいのに。戻るわよ、エステルちゃん。怖い。はあ、極楽極楽。温泉って初めて入ったけど、想像以上に気持ちいいわね。そうだ、私エステルさんに聞きたいことがあるんですけど。聞きたいこと？何何？何でも聞いていいわよ。そのエステルさんとヨシオさんってもう結婚しているのかなって。ごめん、聞き間違っちゃったみたい。私とヨシアンが何だって？ですからもう結婚してるのかなって。なんでそうなるわけ。ごめんなさい、ちょっと勘違いしちゃいました。とんだ勘違いだわ。そもそも私もヨシアもまだ16歳なんだから、結婚なんて全然先の話だってば。そ
そうですよね。いくらお互いが好きでもそんなに早く結婚しませんよね。僕だから私とヨシアは恋人でも何でもないの。ただの家族よ、家族。そうなんですか。何を思い出してんのよ。っていうか、私今まであんな恥ずかしいことを平気で。なんでもないから。いやー、それにしても温泉って本当に効くよね。血の巡りが良くなりすぎて頭がクラクラするっていうか。そういえば露天風呂があったんだっけ。のぼせてきちゃったし、私ちょっと行ってくるね。はい。そういえばエステルさん、露天風呂って混浴なんですけど。君に可愛いと思われたって嬉しくもなんともないからね。あんですって。遅いよエステルちゃんたちってば。フルーツ牛乳飲みすぎてお腹タプタプになっちゃった。そうかな。君とアガットさん、割と性格が似てるんじゃないかな。はあ？あんな不愛想な男とどこが似てるっていうのよ。